はい、皆さんこんにちは。今日は京急線の空港支線、こちらに乗って大鳥居駅まで来ました。さあ今大鳥居駅で降りて、京急線をこのように見送って、はい、こちらの駅、はい、今大鳥居駅におります。ここはですね、名前が大鳥居っていうからね、駅の前に大きな鳥居があるのかなってね、あの鎌倉駅の前みたいにあんなのがあんのかなと思ったけどね、実はここはないんですよね。もう大正時代、関東大震災の前まではここの駅のそばに鳥居があったそうです。あのね、こっから1キロぐらい離れたところにあるね、穴守神社に行くための鳥居、これがあったそうなんですけど、今は鳥居はないけど大鳥居駅。さあ、こっから歩いてですね、萩中公園、こちらに行ってみたいと思います。地図で言うとね、歩いて5分ぐらいですかね。はい、ここ着きましたよ。萩中公園です。子供たちがね、たくさんね、遊んでました。まあ、親子連れですね。いやー、ここの公園はね、大田区の中でもね、すごく有名な公園で、たくさんの親子連れが集まります。この日はね、土曜日だったんですけどね、まだ朝早かったんでね、空いてましたけどね、やっぱりね、子供たち喜んでね、遊んでました。でね、ここの公園の特徴はね、なんといってもこれですよ。横断歩道とか、道路が公園の中にあるの。でね、車が通って危ないんじゃねえかなってね、一瞬思ったんですけどね、車はね、どうも通れないんですよね。で、よくよく見るとね、車道とは言ってもね、幅が狭いんですよね。だから子供用サイズみたいな感じですよ。ほら、こうやってね、自転車の練習したりね、自転車で交通ルールを守るような、そういった練習ができる公園なんですよね。この公園は面白いですね。さあ、こんな風にね、花も綺麗に咲いてます。さあ、あれ見てくださいよ。上のところはほら、あの信号もね、子供用のね、信号なんですよ。交通ルールをね、勉強するための信号。ここの標識は左オンリーみたいな、赤は止まりましょう、青は渡りましょうっていうことをね、もうこの幼稚園幼児の頃からを勉強していくという、この公園、素晴らしい公園ですよね。さあ、こっからね、これね、このね、産業道路を南の方へ下っていって、大師橋を渡る直前のところになるね、羽田神社、ここを目指していきたいと思います。歩いてる途中にね、石材屋さん、石ですよね、石のあのいろいろな彫刻みたいのを作ったりするお店。さあ、ここでね、面白いもの見つけました。ほら、この大福さん、いやー、これ幸せそうなね、楽しそうな顔してますよね。いかにも福がありそうな感じです。そしてね、そのすぐそばでしたよ、今度は鈴木石材店さん。こちらはね、悟空なのかな、ちょっとね、なんて書いてあるんだろう、これ吉坊って書いてあるのかな。あのね、悟空、孫悟空をね、見立てたようなね、こんなお人形さんがね、石のお人形さんです、置いてありました。さあ、正面に見えるのが大師橋、あの三角のね。さあ、そしてその麓にあるのがこちら、羽田神社ということになりますので、ここでお参りをさせていただきました。さあ、鳥居をくぐって、ずいずいずいと中に歩いていきます。このね、羽田の地っていうのはね、一つ忘れちゃいけないのがね、空港なんですよ。空港の歴史、あの羽田空港っていうのはね、昔昭和20年代に戦争が終わった後ね、 GHQ が無理やり接収したんですね。接収したということは、そこに住んでいた人たちどうなったんでしょうか。そしてそこにあった神社どうなったんでしょうかっていうことをね、今日はね、じっくり考えていきたいと思います。さあ、ここの羽田神社のここの土地はね、羽田空港から外れてますから、 GHQ には接収されなかったんですけれども、こちらもね、そのね、煽りを受けてるっていうのかな、影響を受けてるんですよね。さあ、このように狐様が飾ってあります。はい、こちらご覧ください。ここにね、いくつもね、鳥居とね、神社のね、祠がね、祀ってありますよね。これはね、今の羽田空港の土地にあった神社が、まあね、GHQ に接収されてしまうので、こちらに移ってきたり、またはね、環状8号線の道が広がるので、もうそこにね、いられないので、こちらの羽田神社に、御霊だけをね、移したということでね、いくつかの神社の神様がね、こちらに移転してきております。さあ、そういう神社もね、祀ってあるんですね、ここは。はい、では羽田神社を出まして、羽田1丁目のね、この辺の住宅街を歩いていきます。この辺はね、本当にね、下町の雰囲気がね、漂ってますよ。道もね、そんなに広くないですしね、
いい雰囲気のね、街だなぁと思ってね、歩いてるだけでワクワクするような感じです。さあ、この道をですね、花森稲荷駅の方に向かって歩いていきたいと思います。こんな感じでね、大田区って言えばね、町工場で有名ですけどね、ここにもね、渋い看板を見つけました。ネジ蒲田工業って書いてありますよね。ネジとか釘とかね、そういうの作ってる工場っていうのがね、あるんですよね。さあ、星印のところを目指すはね、餃子の屋台っていうところでね、今日はね、ここでお昼ご飯食べようと思います。隣のね、駄菓子屋ドリーム、ここも気になるんですけどね、今ちょっとやってないっていう情報でしたね。こちらも綺麗な看板、餃子の屋台さん。こちらにはね、いろんなメニューがあってね、今日ここで私が食べたのはね、レバニラ炒めとね、餃子ですよ。ここのレバニラ炒め美味しかったな、すごいコスパがいいんですよ。さあ、そちらの動画はね、またこれ別の方でレポートしてますので、そちらもご覧ください。さあ、そこ昼食を食べ終わりましたので、今度は穴森稲荷駅のホームの下から電車を覗いてみました。これちょっと面白い光景ですよね。こんな風にね、ホームの下からね、電車がね、覗けたんですよ。はい、ではね、ここせっかくね、駅まで来たのでね、穴森稲荷駅の方ね、駅の前まで行ってみました。まあちょっと電車にはね、乗るつもりなかったんですけどね。こんな風に、鳥居をくぐって、そしてセブンイレブンの横を通って、駅の中に入っていくというね。いやー、穴森稲荷っていうね、その駅の名前からしてね、この神社の鳥居か、ね、雰囲気があっていいですよね。さあ、そこから今度はね、本物の穴森稲荷神社の方ね、目指したいと思います。はい、まずこの鳥居をくぐって、もうここからね、神社の雰囲気が漂ってますね。奥の方にね、もう一つ鳥居があるんですよね。ここの神社ね、ほんと歩いててね、行ってみて分かったんですけどね、鳥居がね、たくさんあるの。まずね、神社の周りに入り口が4箇所ぐらいあったんじゃないかな。で、そのね、入り口一つ一つにしっかり鳥居がね、設置されてるんですよ。ですから、どこの入り口から入っても必ず鳥居をくぐってね、行けるということで。さあ、狐様がこうやって祀ってあります。ここら辺はね、江戸時代はね、狐がたくさん住んでたのでね、この狐を祀ってるという話も聞いたことあります。ほら、あそこにまず鳥居があるでしょ？それからこっちにも鳥居があって、またこっちの入り口にも鳥居があって、ほら、たくさんあるんですよね。でもね、鳥居はね、これだけじゃなかったんですよね。さあ、早速お参りをまずさせていただきたいと思います。ここのね、穴森神社はね、穴を守るでしょ？昔ね、ここら辺、羽田の地っていうのはね、多摩川が増水して、洪水が起こるたびに田畑が全滅していたということで、ある時ね、土手に穴が開いて、そっからね、洪水の水が持ってきたっていうんでね、その穴を守る、穴を塞いでいくという意味で、穴森というね、こういう名前がついたそうです。これね、昔の人はね、本当にね、田畑を守るっていうのはね、命を守る、同じぐらい大事なことでしたからね。その穴を守りたい気持ち、しっかりとこの農作物を守ると、そういう意味を込めて、こういう名前にしたんですね。穴森神社。はい、厳かな雰囲気がね、漂ってますよね。そしてね、またびっくりしたのがここですよ。鳥居がずらーっと並んでてね、これ歩いてるとね、目が回っちゃいそうな感じになるんですよね。私ね、一個一個ね、この鳥居何個あんのかなと思ってね、数えてみました。何個ぐらいあったと思いますか？なんとですよ、これ。56個ありました。でね、右に見えるあの鳥居、あれは数えてませんからね。この並んでる鳥居だけで56個ありました。ね、今度も皆さんも行ってみたらね、ぜひ数えてみていただきたいと思います。さあ、こちらでも参拝をさせていただいて、また戻るときにね、気がついたんですけど、ほら、この鳥居がね、立ったね、年月っていうのはね、全部刻まれてんですね、こうやって。これ見ていくと面白いですよ。令和の時代、平成の時代、昭和の時代ってね、ずーっとね、ちょっとずつ増やしていったんですよ。ですから、これからね、またね、増えるんじゃないかなというふうに思いますよ。さあ、穴森稲荷を出ると、今度は、これね、駅前にもう一回戻ってきたんですけどね、面白いところがあったんですよ。羽田プリンって書いてあったの。これはプリン食べようかなと思っちゃいましたね。さっきね、でもね、ちょっとお腹いっぱいになっちゃったんでね、今日プリンは食べませんでしたが、これね、お店の外にね、古本が売ってたんですよ。で、ここでね、思わずね、本買っちゃいました。何の本買ったかっていうと、これです。そう。水木しげる先生のね、戦記物。水木しげる先生っていうのはね、妖怪物と戦記物があるんですけどね、
妖怪物の漫画より私はね、戦記物の漫画、こちらはね、ほんと痺れますよ。これね、どの本読んでもね、全部ね、自分が実体験したこと。もうほんとに人間の命って何なんだろうな、戦争って何なんだろうなってね、考えさせてくれるね。この漫画、水木先生の漫画ね、戦争の漫画ぜひ読んでください。はい、では餃子の屋台から穴森神社を出て、今度は多摩川の方に歩いてきました。これね、どこ登ってると思いますか？こう今登ったところがね、土手の包み、土手のね、てっぺんなんですよ。で、これまたね、向こう側の階段を降りると、はい、ここが海じゃありませんよ。これ多摩川です。向こうに見えてる陸地は川崎ですね。いや、気持ちいいですね。すがすがしいです。本当にね、サイクリングしてる人なんかね、これ気持ちよさそうでしたね。さあ、こんな感じでね、川べりまで行くと水が流れております。向こうに見える。ああ、あれは何ですかね。鵜ですかね。鳥もいる。水鳥もいますね。いやー、のどかな風景で天気もいいしね。これ気持ちいいですよ。人も少ないですし。はい。しばらく歩いていったらね、ここ、水門があったんですよ。これね、羽田第一水門っていうそうです。でね、羽田第一水門は何のためにあるのかなと思うんで、ちょっとその裏側を覗いてみたんですけどね。はい、こちらです。ほら、プールみたいになってるでしょ。ここにね、船を止めるそうです。どういう時船を止めるかっていうと、多摩川が増水してきて船が流されそうな時、ね、すごいザーッとすごい勢いでね、上流から水が流れてきた時にもう船をね、止めてられないという時は、ここに船を逃していくと。そのね、船を逃しておく場所ということでね、作られたそうです。羽田第一水門っていうんですね。はい。はい、気持ちよさそうに、カモメが、このね、水の中にあるね、この構築物、何のために作ったものかは分かりませんけど、あそこにね、カモメがたくさん止まって羽を休めております。向こうに見えるのは川崎の町。さあ、いい天気でした。とってものどかで、ね、ここ駅からね、だいぶ離れてますからね、散歩する人もね、そんなにいません。まあ、サイクリングする人がね、たまに通るぐらいですよね。いや、のどかでしたね。向こうに見えるのが今日これから行く多摩川スカイブリッジになります。まだこっから1キロ近く歩くかな。さあ、弁天橋のそばまで来たんですけどね、ここね、多摩川でね、まあ水の事故かなんかで亡くなった人を祀った、こちらでもお参りをさせていただきました。さあ、今度はこの弁天橋を渡っていくと、いよいよ羽田空港の敷地に入っていきます。その横にね、面白いね、鳥居がね、あるんですよね。さあ、あれはね、羽田空港のビルが見えます。今日はね、 B 滑走路っていう滑走路を使ってなかったみたいでね、飛行機は間近には見れませんでした。向こうのね、遠くの方で、飛んでるのが見えたので、あれは A 滑走路かな。さあ、この弁天橋を渡っていきましょう。さあ、この左に見える建物、これがね、羽田のビルの、羽田空港のビルですよね。さあ、この川はエビ鳥川と言います。そして右側、あの鳥居を見てください。あの鳥居がね、少しね、複雑なね、事情がある鳥居なんですよね。さて、この橋を渡った土地なんですけども、昔はね、空港じゃなかったんですよ。昔っていうのはね、戦前のことです。今ね、弁天橋があの黒い星です。そしてその橋を渡ると羽田空港の土地に入っていくわけですが、戦争が終わる前まではね、ここはね、3つの町がありました。羽田鈴木町、羽田穴森町、羽田江戸見町というね、この3つで、非常にね、グラウンドがあったり、繁華街があったりしてね、ものすごくね、人々がね、にぎわいのある土地でした。ところがね、あの羽田江戸見町っていうところにね、空港があったんですよね。で、その空港を拡張して使おうというのが GHQ の発想だったんですね。そして戦争が終わった1945年、昭和20年の9月にですね、GHQ がある命令を出します。48時間以内にこの3つの町の人たちはすぐここを立ち退きなさいっていうね、退去命令ですよ。当初は24時間以内に立ち退けっていう命令だったんですけど、そこはなんとか交渉して48時間以内ということになったんで、もうここに住んでいる人たち約3000人、1200世帯ですよ。
その人たちはもうびっくりしてね、着の身着のままもう家財道具を担いで逃げるようにして退去していったわけです。でね、こっちの羽田の町の方にね、親戚なんかがいた人たちはいいですよ。いなかった人なんかはね、もう土手に住んだり空き地に暮らしたり、いろいろ大変だったわけですよね。でとにかくここ48時間以内に全ての土地を明け渡したという、こういうね悲しい物語があるわけです。でね、その時にね、あのね、穴守町にあったね神社、それがね昔の穴守稲荷だったわけなんですけども、そこの神社も一斉に撤去して、まあ一旦羽田神社に御霊を移して、それから今のね穴守神社、穴守稲荷のある場所に移っていったっていうわけなんですけども、一個だけね鳥居がね動かせなかったんですね。その鳥居をどこに動かしたかっていうとね、50年近くねずっとそのままね、羽田空港が稼働してても駐車場の中に鳥居1個だけね残されてたそうです。でこの鳥居を動かすとたたりが起こるぞみたいなこと噂されたりして、都市伝説もね生まれたりなんかして、そしてついに半世紀ぐらいずっとそこの場所に鳥居が置き残されてたんですけど、平成11年になってようやくその鳥居問題も片付いて動かした場所がこれです。ここなんですね。羽田空港の敷地の外なんですけどね、ギリギリ川のふもとにねこの鳥居を移したということがあるんですね。この鳥居はね、そういうね50年間ね空港が稼働してても GHQ に接収されても耐えて耐えて耐え抜いた鳥居、平成11年にはついにこちらの場所に動かされました。いわくつきの鳥居です。今はね神社の鳥居というよりね平和って書かれてますよね。サイクリングの人なんかもね、安全を祈願してこの鳥居の下をくぐっていきます。はい、ランナーもねやってきましたね。いろんな人がいろんな思いを込めてこの鳥居の下をくぐっていきます。さあ飛行機が見えてきました。ずらーっとねいろんな会社の飛行機が並んでおります。さあいよいよこれから多摩川スカイブリッジの方を目指していきたいと思います。今日はね多摩川スカイブリッジのね開通の日ですからね、どんなイベントになるか、どれくらいの人が集まってるのか楽しみですね。さあ多摩川スカイブリッジまでねもう少しです。あと 500m ぐらいかな。しばらく歩くと多摩川スカイブリッジ、午後3時開通の予定になっております。さあ多摩川スカイブリッジのふもとまで来ました。ここがね真下から覗き上げた多摩川スカイブリッジ、こんな様子です。さあ今ね歩道橋を登るところはねまだ入れません。あ、向こうにはねモノレールが見えますね。いい天気でねのどかな中なんですけども、そろそろねこのね歩道橋の下人が集まってきております。渡り鳥でしょうか。ちょっとね痩せてるようなので餌が少ないのかもしれませんね。餌を求めて川の中を一生懸命ね餌探しております。さあだん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 人が集まってきましたよ。今2時50分、あと10分ほどでこの多摩川スカイブリッジ開通になります。初日にね渡ろうとする人たちがこのようにしてねいろいろなところから集まってきて、まだかまだかとこの多摩川スカイブリッジの開通を待っております。ずいぶんねたくさんの人がね集まってきてますよ。まあ行列ができてるっていうわけじゃないんですけどね、まあ並ぶようにしてこちら開通の時間を待っております。さあ漁船でしょうか、屋形船でしょうか、多摩川スカイブリッジの下をゆっくりとくぐっていきます。はい、こんな感じでねたくさんの人がこの歩道橋からね渡ろうとして待っております。さあいよいよこのねシートをね取ってね、今2時55分ぐらいです。ああ向こうではね自転車道を通ろうとしてる人たちのね自転車の人たちの列ができてますね。何人ぐらいいますか。100人ぐらいでしょうか。さあ今3時になりました。このようにねゆっくりゆっくり階段を登って気をつけて登っていきます。ここを登るとブリッジになります。はい、こんな感じですね。一番左側が歩く道、歩道ですね。そしてそのすぐ右が自転車専用の道路で、その柵の向こうが車が通る道ということで、さあ向こう川崎方面から車が今次々と来ております。自転車の人たちもね自転車道をね気持ちよさそうに登っていきますね。これね初めはねわずかにね登ってるんですよね。そして中腹あたりを過ぎると下っていくと、でね傾斜がある感じになります。さあ向こうには滑走路に着陸してくる飛行機が
スーッと空港に入っていきます。いやー、優雅な眺めでね、いい眺めですね。多摩川で一番下流にかかっている橋ということになります。そして長さは約700メートル、まあ、700メートル弱ですかね。幅は20メートルぐらいになっております。そして事業費は300億円ということでね、これね、国や県や川崎市なんかがね、出したんでしょうね。さあ、この橋ができれば羽田空港とキングスカイフロントは一気に結ばれますので、このね、キングスカイフロントで研究している研究者、そしてビジネスマンたちが世界各地から集まって、そして研究の促進、ビジネスの促進に一役買うという、この橋、経済の活性化、日本の発展に貢献するといいですよね。主にね、キングスカイフロントっていうのはね、医療系、健康系、そして創薬系のね、ベンチャー企業や研究者たちが集まっています。そこでね、日本独自の研究をやって、まあ、がんの治療とかね、ウイルスの研究、そしてワクチンの開発なんかね、いろいろやるんでしょうね。これから研究者たちの交流の場、ビジネスマンたちの交流の場として栄える予定のキングスカイフロント、そこと羽田空港を結ぶというのはね、これ一つのね、大きなね、日本のね、経済政策のね、進展ですよね。さあ、ここはね、最後の方になったのでね、下り坂になってきました。まあ、自転車の人はね、気持ちよさそうに下っていきますね。遠くから見るとね、こんな感じでね、もう人がね、たくさん橋の上に乗ってますよね。これみんなね、今日、3月12日、令和4年3月12日の開通を目指して集まってきた人たちです。もう明日からはね、こんなにね、歩道が混むってことはないんじゃないですか。まあね、車はね、たくさん通るでしょうけど、今日はね、たくさんの人が多摩川スカイブリッジ渡っていきました。多摩川沿いのサイクリングコース、そして最後は小島神殿の駅からまた川崎の方へ戻っていきました。今日もありがとうございました。